はい、では授業を始めましょう。今日は何の話でしょうか。まずですね、この天気のことなんですけれども、今日は雨降ってこなかったんですけどもね、ただかなり曇っていて、明日また曇っていると思いますが、そうだな、今朝ね、体育館に行ってなかったんですからね。なぜならば、この果物、買ってきたんですからね。その市場ね、その市場ね、市場、市場じゃないな、まあ同じ感じなんですけれどもね、市場なんですけどもね、ちゃんと言うとね、まあこれね、実は中国語の練習でかなり間違ってたんですけれどもね、その結構間違ってたのは、この市場と、町の漢字なんですからね、似てるんですからね。あと、そのスーパーマーケットね、スーパー市場で、その町ね、これ結構間違ってたんですけれどもね。だから言う前にね、ちゃんと考えて、だからそれ聞いてみると、やっぱなんか時間かかってるんだとね、思っちゃうと思いますか。だからこれね、何回も何回も使って、覚えるようになると思いますので、あとこれもね、何かの、練習すると、これ何回も何回も使うとうまくなるんじゃないですかとね。これもね、テレビゲームでもね、あるんですからね。こういう、武器とか、あとその剣とかもね、何回も振り回して、まあ結構バカじゃなかったらうまくなるんじゃないかと 考えられますけどもね。バカじゃなかったらってなんだ、意味として、あれ、進歩してるかどうか分かるんだよね。だからその振り回すと、あれはちゃんとその技としてね、これ、何かのものを、これを、切ろうとすると、ちゃんと切っちゃおうね、になれば、それ成功でしょ。ただそれ何回も同じ振り回しするんですけど、ただそれうまくいかないね、切らないからね、そういう問題点があるのに、その進歩として何かそれ習えないみたいんですからね。それだから習えないっていうとバカってことなんですからね。バカってその言い方、あんまり聞きたくないんだよな。なんか、こいつ、何言ってんだろうな。この、堂々とね、こういうことを言い出したりして、自分はどうだろうな、と、みたいな、こと、言われるかもしれないんですけれどもね。だから、ある時にね、子供、例えば、若者たちが、こういう言葉、使うと、なんか、なんでだろうなとね、たまには意味がわからないのに、それなんか言い出して、なんかその強調するためかとね。フィリピン語でもね、かなり人たちはこういうことをやってますからね。で、僕はね、それやらないことをしましたからね。なぜならば、あれは本当にどういう意味かとね、考えてみてください。なんか強調するだけだったらば、別の言葉ね、あるいは発音使おうとね、なんかその考えてる人たちに対して、そのあんまり聞きたくないからね、そういうなんか強調するためだけでそういうことをね、言い出して、なんか人を目立つね、引っ張れるね、ようになると、そういう、理由だけかとね。僕はね、そういう理由だけで、そういうふうにすると、あるいはそういうふうに言うと、あんまり自分はバカだと 思っちゃうからね。なんで引っ張られるの、そういうのね。その言葉、意味わからない理由で利用されて、それでもね、なんか引っ張って、聞くってわけか。ね。だから、そうすると自分はバカだなと 思っちゃうんですからね。で、剣の振り回し、
プリモ和紙っていうと、この割り貸し、新しい、ね動画出てきたんですけれども、これはその桜井正弘先生、ね、の動画なんですけども、やっぱ、3D になってて、ね、このプリモ和紙って、その毛のプリモ和紙と、これは 3D のエフェクトです、っていうのである、角度、ね、カメラの角度でこれあんまり見えない、あるいはわからない、ね、だからどうすればその振り回しね、ちゃんとエフェクトとして、目立つようになるかですね。それも3D のカメラと合わせるわけですからね。はい、つまりね、このスマッシュブラザーズだったらば、あんまりそのカメラね、その全く違う角度にして、あるいはそのなんだろう、そのゲームプレイとして違うようになるっていうと、なんかね、まあ 3D のオブジェクトモデルだと、それもね、考えずにうまくいかないとね、わかりますよね。あと今思い出しちゃうのは、そのグランブルーね、ファンタジーバーセスだと思いますが、あれもね、そのガブリエルさんからの動画ね、チャンネルちょっと見てたんですけれども、やっぱね、こういうアークシステムワークスの、よく使われている技術なんですけどもね、アニメの、こういうキャラクターの動きとか、動きっていうか、まあその描きね、そしてそのある技で、このなんか 3D の格闘ゲームはアニメのような、その、カメラのね、角度を動かせて、なんかあれはね、前はそういうのね、その他の、格闘ゲームだと、ストリートファイターだとね、なかったんですからね。確かにこれは、新しいなんですからね。まあ、新しいというと、僕は、まあ、その2012年の後、全く、あるいは全然ね、遊んでなかったんですからね、ゲームはですね。まあ、動画とかあったんですけども、実はですね、YouTube はあんまり見てなかったと思いますからね。この今ぐらいの毎日ほど何か新しい動画出てきたかとかね、それを調べなかったと思いますからね。もっとやってたのは本読んだりしてましたからね。あと、そうだな、多分ね、この目の問題ですね、防げようとするためにこういうことをね、なんだろう、その世界のこういう、神様というかですね、人は集めてこの情報ありますよとね、でも自分は分からないというかね、なんか、このうるさい音ね、もうみんな、まあみんな、あるいは何だろう、そのしてる人たちがいるとね、それぐらいだとしても、なんかあれ、その目の問題が派生されるからこそ、ちょっとね、防げようとするとね、そうすると、まあかなり、その時、コンピューター使ってたんですけれども、ゲームとかはねしなかったんですからね。見てみると、その鉄拳とかですね、その出てきた鉄拳とか、そのスティンパワーで見てみると、結構あれ、どういうふうに遊ぶんでしょう、遊び続けるかね、この格闘ゲームだったらばですね。でも鉄拳だけじゃなくて、ドラゴンボールとかもね、こういう目立つようなね、明るさね、ありますからね。それ人は本当に遊んでるかどうかですね。あと、まあもちろんそのテレビの調整もあるんですけど、でも例えばその e スポーツだと、それみんな
そのテレビね、これ目立つ、目立つのが気に入っていると、じゃあ同じテレビ持ってる、同じテレビ使ってるから、でも同じテレビ持ってないんでしょう、ね、同じテレビ使ってるからこそ、その調整はできんのか、できないみたいな。ちょっとね、これ明るさね、調整、調整して、ただその相手が、いや、あれはそのなんか、ずるいじゃないかと、ね、なんかそういうことを言い出すとどうすればいいんだろうな。はい、あとは何だろう、僕はね結構僕もその、こういうね、実は気づいたんですけども、すでに気づいたんですけど、でも、ね、どうすればまあこうって言うと、まあ意味として分かるんですけどもね、例えばそのこうしてこうするんですけど、でも、例えばそのなんだ、その IGN ジャパンからの人たちだと、この何か解説するときにこうっていう時もありますよね。ただ僕はね、あんまりそれ使わなくなってますみたいんですからね、こういうの方が、割となんだ、そのよく使うようになったかと、ね、それも気づいたんですけどもね。ただ意味として同じぐらいかなとね、こうしてこうしてこうしてこういう、ああそうかそうか、こういうやり方とかね、こういうふうにすればね、もうちょっと長くするかとね、こういう言うとね、こうだけだったらばまあある程度早いっていうかですね、そっか、そうだな、そうか、はい、はい、では授業はここまでしましょうか。今夜もありがとうございます。